おはようございます。即開塾の久保です。今日5月10日なんですけどもね、昨日ね、駄菓子屋に行って、こういったチロルチョコのバラエティパック買ってきたんですよ。で、こう開けてみたらね、こういうのが入ってまして、ほら、いいですか。おかげさまで60周年って書いてますね。こういうふうなチロルチョコが入ってましたよ。まあ、当たりでも外れでもなんでもないんですけども、やっぱり一つの事業を60年続けていくって本当すごいことですよね。 で私たちは一つの事業をそれほど長く続けていくことは経験がないんですけども一つの会社とかね一つのビジネスにずっとこう何十年とやり続けることもなかなか難しいでしょうね。いろんな時代の流れとかねそれからテクノロジーの発達とか流行りすたりがある中でチロルチョコ1本で60年やってくるって本当にすごいことだと思います。食品業界ってのは、うんまあ、大きく儲かったりとかね 大転落っていうことまあいろんなドラマがあると思いますけどもでも食品って必ずあるわけじゃないですか人間がいる限りこう趣味や趣向っていうものにまで食品業界が手を伸ばしていくとリスクは高まっていくんですけどもでもこうやって子供がね10円で買えるものまあ今では1両率が20円だったみたいですけども10円で買えるものねこれですねこういった低単価のもので無理なく手に取っていただけるもの まあでも残念ながら少子化ですとかねそれから駄菓子屋がもう今なんかおばあちゃんが近所でやってるような10円20円やり取りする駄菓子屋なんてもうないじゃないですかまあ、そういった背景の中でこれからこういった業界はねバラエティパックみたいな昔では考えられないようなパックをちょっとね割高で出してみたりとかこういった商品これは40円だそうですけども、うん、生き残りをかけてあの手この手なんでしょうね原材料とかもだいぶ変わったのかもしれないですね それからどうなんでしょうか駄菓子屋っていうのはもしかしたら経営効率が悪かったのかもしれないですまあ駄菓子屋の経済学みたいなもので話をまとめてみると面白いのかもしれないですけども駄菓子屋一個一個って売り上げがそんなに爆大あるわけじゃないじゃないですかでも仕入れってのはすごい単価のちっちゃいものを業者さんがちょこ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 欠品がないようにねその仕入れてたと思うんですよそれから駄菓子屋の前に置いてある10円のゲーム機とかあったと思いますけども10円玉入れてパチンパチンで弾くやつ あれだって、体がね、多分今でもね、うん、10万とか20万するんじゃないかと思うんですよあの機械がね。じゃあ1回10円のゲームで当たり付きとかをおまけの還元とかをやる中で一体ね何年間ぐらいあれを置いといたら元が取れるのかなと思ってすごく気の遠くなるような商売ですよね。でその中でうんまあ20代30代の方が経営するお店っていうものじゃなくてね駄菓子屋っていうまあ、いわゆる 現役を退いたおばあちゃんがねあのちっちゃい男の子や女の子の憩いの場として半ば楽しみのように、まあ、私だけの縁側みたいなねそんな感覚でやってきたとしたらとても緩やかで楽しい時代だったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、経済が激転する中で駄菓子屋ってものがねとてもじゃないけどやってらんないっていうふうになっちゃってますけどもでも実はやってらんなかったのは駄菓子屋の店舗そのものじゃなくって。 そこにままつわる業者さんののの仕入れれ非効率的なな、まあ、ロジティクスだったのかもしれないですねこの辺どうなんですか、ね、いろんな角度で考えてみるとたった一つのバラエティパックを手に取ってねこうやって60年っていうキーワードの中でいろいろ想像するものがあるんですけどもちょっとこれからね駄菓子屋が何で衰退したのかってことを本当のところをねちょっと見ていきたいなと思うわけなんですよねじゃあ本日はちょっと以上ですあんまり関係ない話ですいません